黄金の月輪、これ毎回このタイトルだよな、金レイヤーのクエスト。月輪リオレイヤー希少種1頭の狩猟、頭部破壊、クソ頭固いはずだから大変そうだな。暇を持て余す国王、金色に輝く飛竜を潜したという話を聞いた。黄金の飛竜など銀融詩人の歌う夢物語でしか聞いたことがない。だがそんなものがいるならぜひとも見てみたい。カリドよ行ってまいれ。国王とかいいんだこの世界観。どこの国の世界観ね。俺月輪って書かれると牛と虎が出てきちゃうからガチリンになっちゃうんだけど。牛と虎あれ遠いのもしかしてこれ右側下から行く系。あ懐かしい。あ、止まった。近かった すごい近かった。あれなんかあれだな、ちょっと違うな、なんか、うん、ちょっと違うね。フリーキューの時と違う。いいじゃん、ちょっと取れてない。黄土色みたいな研ぎ石だ、ここじゃねえ。おわクローター、いきなりクローターないのかな。ソリを思い出す。俺はフロンティアを思い出す。痛い。ムーンサルト、サマーソルト。ムーンサルト、サマーソルト、おかしい。ちょ。回復しとこう。結構食らった。ちょ。死にそうじゃん。お狙いすぎでしょ、俺のこと。俺も死にそうだ。どんだけ俺のこと好きなんだよ。やばい、終わる。よし。終わる。どんだけ俺のこと好きなんだよ、こいつ。もうじゃあ安全のために乗ってくれ。おう。あ、そうか、前のと…俺に任しとけ。あ、乗り上がった。何？そうか、分かった。前の塔そのままだったらさ、段差がないから作り直したんじゃねえの？今回用に。回ってる。下折れるぞ。あった方がいいか？いいよ、いいよ、OK。よし。方向を防げない人もね、一人いるから。どうだ、頭は。やっぱ硬いな、頭。お前じゃないよ頭かて、ために以上だ。ユムっぽい人なきゃ。ああ次ねえじゃねえかあれこいつ高級なんだ。こいつ高級はね、知らなかった。普通のは大丈夫なんだけど。よかったろ。あれでもさっきのは告げたの。さっきのは、うん、あ、やべ、もうなんか急に向き変えたぞこいつ。ちょっとやばい、怖い。よし、怖い、回復しとこう。危ねえ。ちょっと回復しとこうか、反転のために。いけ、もうじゃあ乗れなかった。俺も行く。俺も上だ。跳ねられた。危ない。ここは無理だな。いってー、飛べ。うわー、あーしびれちゃう。とりあえず頭壊すか。よし、じゃあ尻尾よろしくな。やべえ、弾かれた。ストーン勝てんの。超硬い。弾かれるんだけど。スタンプ当たんなかったし。寝ませんね。残念ながら寝ませんでした。え、終わった。え、持ってきたのに爆弾。子供の動画作る。はい。どうしたこれ。あ、やばい。ほら、寝ませんかったー。もうなんか弾き飛ばされた。どう。貴様。お、乗ったか。乗った、ナイス。ちょっと高級やで、麻痺陣で麻痺を狙っとこう。あ、麻痺はもう一人いるからな。二人で行けます。そっちかよ、遠い。二だな、これは。頼む、うまく3が当たれ。ちょっとずれてたな、分かってたんだけど、チャレンジしてしまった。壊れてない。
なんかわけのわからん飛び方した。そのままでですよね。何それ。俺もすごい動きしたなと思った。あいつ普通にこっち来た。青で大暴れだって。リーディングを使うとか揺れ揺れではなかったよ。飛べ飛べ乗れ。見てや、軍人を使う。こういう時攻撃が欲しいな。なんでこっち見んだよ。おは。さっきのはかわさないことなかったんだけど。悲しい出来事だった。ですよね。そうか。全部が大爆発だ。恐るべし。前向いとる方向と違う方向にやるよな、こいつ。前向いやべえな、これ。お、ナイス、2回目。おわ、尻尾 OK。おはよう。もうやることまだ頭が壊れてねえぞ。これは、君が。弾かれるから。じゃあ、俺の仕事やな。お、ナイス、翼か背中か、うん、あ、一応壊れた。あ、これ俺か。俺か。翼は片っぽが今壊れてんのか。落とし物欲しいな。落とすか。線香持ってきてるし、次飛んだら落とそう。混ぜてる混ぜてる。あ、頭壊すと飛びやすくなった。前もそうだっけ。いろいろあんだね。ずっと硬いままだと思ってたんだけど。めっちゃ化けそうや。あ、いた。こいつブレス感付きないんだ。マジでめっちゃ攻撃してた。オッケー。もう溶けない。もう溶けます。早っ。これもいっぺん寄らせれるな。巻き出せる。ほら行くぜ。連続で無理か。さすがに早すぎるか。いや、マヒビンしてくれてるんなら合わせ技で。マヒビンまだ今怒ったな。ひるめ。よし飛ぶか。おお、炎に変わった。めっちゃ飛んでった。そしてこのダメージがひどい。殴りまくったんだけどな。線香飛ん、申し訳、変なところに飛んでいった。あー、ここダメか。飛んでくれないと落とし物が。あ、こっちかよ。なんか一緒に止まってる。うん。何このダンス、危ねえよこの。あ、ちょっとジャンプしやがる。ほら、くらえ。やばい、これは。こう、あ。何？おー、マジか。初めての行動。降りんの早いんだよ。もうちょっと飛んでろよ。旦那とは大違いだな。来た。落ちろ。お、眩しい、眩しい。ダメだったか。そうか。飛ばねえな、飛んだ。でもすぐ降りんだよな、こいつ。ああ、矢がもったいない。矢って消費だっけ。まいった。おお、やるしかない。みんなジャンプしていく。頭、よーし。おお、ここか。目立つから分かりやすい。1、あー、1回だ。変革。汁を出してくれ、汁を。確か俺今回はあれだ、解体術台があるから頼むぞ。こっちは4回目。トゲが出たから十分やな。トゲ、下流の攻撃。駅出た、駅。マジでください。お、上輪。さあ、4回目来てる。オッケー。上輪。上等下だ。上輪。まあまあ、一通り出た感あるな。
なんか調べれるとこないか、走り回ろうか。こっちの方に石が、研ぎ石がある。あ、ここになんかある。お、なんかあるな。研ぎ石だよね、これ。うん、石だけ。他に僕らはないな。石ころかける3。研ぎ石忘れましたなんて言いねえだろう。砥石ちゃんと忘れた人のための救済場所があるんだからいいじゃないか。救済って研ぎ石忘れたら痛いやするでしょ。あ、初落としたんだ。初落ちやんな、多分。初落ち？今日初落ち。そうというと、あ、上輪、来たこれ、駅。炎髄、上トゲ、肩。よし、攻撃来た。お、G もらえんじゃん。2枚ある G。いいな。あ、激鱗も出てる。激鱗と玉両方出た。嬉しい。激鱗ってメスカリウの激鱗だね。そうそうそう。出てなかったんだよ、俺はな。駅だ。駅また来た。